生駒大好き、ぎゅうぎゅうぎゅー MC の親指龍太郎でーす。そしてはい、お風呂は自分家で入るのが涼香で、人ん家で入るのが文太ですってなってもらうから、ミセスミシャです。お願いしまーす。さあ、はい、皆さん、新年明けましておめでとうございます。無事、年を越すことができました、はい、ありがとうございます。2度目の年越しです。ね、ほんと、だから、去年は、文ちゃんが、はい、仲間入りをしまして、はい、そうか、去年、そう。なんでそんなびっくりしてるの。いや、そうか、去年かってなってまいりました。そうか、開けてるんですもんね。そうですね。そうか、そうか。他にもなんか仕事いっぱいある感じ出すなよ。出してました、僕。お前、これしかないねんから。これしかないことないですって。ちょっと本当に、もう、こう、新年、うん、今年のなんか目標、まあ、抱負って言うんですか、はい、ちょっとまずこう、聞かせていただきたいなと思います。はい、そうですね。まあ、ちょっと私は、やっぱり劇場に入れるように、はい、若手がまず最初に入る劇場に入れるように頑張ります。はい、ああ、もうぜひね。これ見てる人にね、はい、投票式のライブとかやったら。そうなんです。ね、ホタルライブ全部投票式なので、はい、お待ちしてますということで。さあ、部長は。僕はもう、本当にこれ切実な願いなんですけど、はい、ちょっともう、太りたい。去年の夏頃から多分10キロ以上減ってて、ほんま？まあでもあれですよ、ちゃんとなんかバイトが忙しすぎてとかっていう理由で痩せてるんですけど、健康的な痩せ方をしてきてるんですよ。はい、痩せてしまっているということで。え、はい、何がわかんない。いや、そう、太ってないとこんなやつは。あ、そう、こんなやつ太ってないとダメでしょ。ほんま？え、いや、俺は痩せた方がいいと思うよ。なんでですか？え、汚いから。え、そんなもん出られへんぐらい汚いですか、太ったら。いや、だから綺麗な方が絶対いいって。まあ、ほんまですか。まあまあ、で、僕、抱負はですね、はい、この、生駒大好き、ぎゅうぎゅうぎゅうが、今年も、皆さんに愛されて、長く続けるように、やっていくのが、今年の抱負でございます。やってよろしくお願いいたします。やってるやん。やってんの。やってますやん。と自分たちのことばっかりですね。やってんの。めっちゃなんか前振りみたいに使って。すごっ。それは前提でしょ。前提であっての抱負ですから。言葉は伝えないと伝わらないですから。すごい。お、そう。はい。本日はですね、はい、南コミュニティセンターさんにお邪魔しておりまして、はい、まあ、この後、拠点でね、南コミュニティセンターさんを拠点で活動してるマホロバ演舞会さんという、ほう、はい、方たちをお邪魔してお話伺おうかなと思っております。はい、で、ここがそのもう南コミュニティセンターなんですが、南コミュニティセンター、はい、はい、ちょっといつもと雰囲気違くないですか。そう、全然違う。そうなんですよ、はい、ここがですね、プレイルームという場所でございまして、プレイルーム、はい、はい、ちょっとね、この時計とか見てもらったらお分かりのように、はい、お子様がね、ここで遊んだり休憩したりとかできる場所になっておりまして、床とかもね、なんで、なんていうんですか、絨毯式、転んだりしても大丈夫なような、お子様お子様専用のお部屋になっております。へー、うん、なのでね、ちょっとこれかわいい、見てください。何何、 お手洗いなんですけどね、まずもうこのちっこいスリッパみたいな用意してあって、さらに見て、見てください、これかわいい。ちゃんとお手洗いもお子様用の、うわー、はい、わー、でちゃんとあの大人の方の用のお手洗いは出てすぐのとこにある。なるほど。で、はい、お子様はここが使える、トイレでね、で落ちひんようになってるのかな、ね、ちゃんと洋式もね、ちっちゃいお子様でも使えるようにという、めっちゃいい、そういう特殊性でもあるんですね。ね、ちょっとやっぱ年代層幅広く皆さん使っていただいて、さすが生駒ですね。さすがですね。いや、ほんと生駒素晴らしいでございます。はい、さあ、今年も、はい、あのコーナーをよろしくお願いいたします。しょうか、はい、まずは生駒市のイベントを紹介していただきます。生駒市障害学習施設エグゼクティブプロデューサーの木山さんです。はい、どうもこんにちは、木山さん。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。今年はね、はい、辰年ということで、はい、はい、私、年男。年男、あら、はい、年男で、はい、おいくつなんですか。24 2回目年下になっちゃう。はい、もうね、72になる。なるほど。はい、早い。お元気です。ついこの間、吉本新入社員で入ったばっかり。ついこの間。そんな、本当によろしくお願いしますよ。まあ、というわけで、はい、今年もあのね、熊市障害学習施設よろしくお願いいたします。はい、お願いします。イベント紹介です。まあ、お正月一発目は、はい、入っていただこうと
ここせせらぎホールでございます。ゴールデンせせらぎて初笑い新春女流大会が1月14日にございます。はい、桂あやめさん、つゆのまかとさん、桂とめさんで、めぐまりこさん。はい、めぐまりこさん知ってます？いや、もちろんですよ。知ってるわ。うん、知らん。ごめんなさい。吉本の聖子ちゃんと。あー、なるほど。このまでね、もう一世を振るみしてます、ね。はい、まりこさん、めぐまりこさん、出ますんで、お正月は、はい、先生だけで華やかに過ごしていただきたいと思います。はい、入場料はたったの1000円でございます。1月14日日曜日、2時くらいでございます。よろしくお願いいたします。はい、2月の18日日曜日、はい、竹丸亭2人で勉強会、月亭シュート桂乙女、の2人にゲストスパンが出ます。はい、2月18日曜日、これも1000円でございますので、竹丸ホールよろしくお願いいたします。はい、はい、落語3連発です。はい、北コミュニティセンター伊佐羽ばたきで行われます。羽ばたきて生駒屋さん、羽ばたきて、林家菊丸春の恵子さん、はい、落語と浪曲という組み合わせで花の共演という形で行いますので、はい、3月3日ひな祭り、はい、はい、楽しい落語と浪曲、浪曲ぜひ楽しんでください。はい、これも1000円でご覧ください。はい、竹丸ホール3月16日、はい、ウクライナの歌姫ナターシャ・グジーさんがやってきます。はい、本当に美しい、美しい、姿に美しい声、はい、で、まあ、ウクライナから日本に移住して、はい、活躍されてる歌い手さんでございますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、タカ&トシ結成30周年興行、はい、ドサンコお笑いです奈良ということで、すごいですね。はい、3月24日日曜日、竹丸ホールで行います。はい、料金4500円です。北海道出身のタレントさんも今ね、はい、吉本の方で活躍してますんで、はい、か北海道ゆかりの芸人さんたち、はい、これからどんどんまだ増えてきますんで、はい、楽しいひとときを過ごしていただきたいということで、はい、竹丸ホールでも近畿でやるのは竹丸ホールだけ。すごい、なるほど。はい、そうです。それ高野俊さんとイグジットが見ない、はい、おーすごい。イグジットも大阪でやりませんから。うん、あ、最後は最後は近畿なんですよ。とりあえず近畿は最初は、竹丸ホールです。はい、はい、こんなガチガチするのか。はい、来てください。はい、はい、お待ちしております。鈴鹿山大学雲教養講座、シーズン6ということで、夢分析の世界へ、私の中に生きるもう一つの世界という形で、うん、夢についていろいろ教えていただこうということで、1月31日、2月14日、2月28日の3回でございます。はい、一応締め切りすぎてるんですけど、まだ追加募集しているということで、はい、ぜひとも応募していただきたいと思います。はい、受講料3回で3300円でございます。芸術会館ミラーで、水曜日の夜6時から7時半の時間帯でやっておりますので、はい、ぜひとも応募ください。はい、今度は親子でバレンタイン、もうすぐね2月に入りますとバレンタインで、いろいろねお菓子を作っていただけたらということで、はい、楽しいクッキーなんかを焼いていただこうということで、うん、親子でバレンタインアイシングクッキーということで、はい、南コミックです、ね、南コミュニティセンターせせらぎで2月11日に行います。はい、日曜日1時から3時の間ですね。定員20名ということで、親子で、も結構ですし、大人だけでも結構です。うん、はい、受講料は1650円、材料費が2000円かかりますので、はい、はい、ぜひとも参加していただきたいと思います。はい、申し込みは1月23から28の間の申し込み機会になっておりますので、はい、ぜひともお申し込みください。はい、はい、今月は以上でございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、はい、今日は、はい、あの南コミュニティセンターを拠点とされている、はい、マホロワ演舞会ダンス部の皆さんに、はい、ダンス部の皆さんにお邪魔したいと思うんですけども、はい、今も早速練習されているということで、ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょうか。さあ、こちらですね。すごい、でもこのスタジオで演舞されてるんですね。すごいですね。変わってみましょう。で、また3次、コラボするから嘘だったやつ。あ、思ってたんと違う。そうですね、縦みたいな、縦みたいな、はい、なるほど。
お伺いさせていただきましょうか。すいません、お邪魔します。すいません、ね、集中失礼いたします。すいません、あの生駒市が来ております、生駒大好きぎゅうぎゅうぎゅうの MC の親指牛太郎と申します。はい、そしてアシスタント、あ、ありがとうございます、アシスタントしてますミセス部社の涼香と申します。お願いします。今日はこのマホロバ演舞会のダンス部の皆さんということでよろしいですか。はい、あら、ありがとうございます。じゃあちょっと早速、はい、こう代表の方っていうのは、はい、あら、あ、ありがとうございます。どうぞ、こちらへ。はい、こちらからですか。美しい、すごいかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。いやー、どうも。そう、今日はどういった活動を、私たちあのマホロバ演舞会、はい、といって、あの、はい、ダスクといって、はい、あの奈良時代のお話や、はい、あの万葉集を使って、はい、毎年100年会館で秋に公演しています。はい、それの、はい、今もそれのちょっと練習をしてたんですけど、やっぱり、はい、やってます。え、早速ですか。でも、こんなお少しだからこの代表になるんですか。この MC の一番偉い方。いや、一番偉いのはちょっとあちらにいる。なるほど。すみません、お名前をお伺いしても。上条と言います。上条さん、はい、マホロバ演舞会 NPO 法人マホロバ演舞会の理事長の上条です。あ、めちゃくちゃ偉い。法人の理事長様でございますか。失礼いたしました。はじめまして、私親指牛太郎と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。どういった活動をされてる。マホロバ演舞会というのは、はい、ダンス部がまた別の事業部制であります、はい、で NPO 法人マホロバ演舞会は奈良百年会館で年1回、はい、大ホールを使って開催をしているダンスのイベントです。なるほど、はい、そういうイベントなんですね。今年で15年目ですけれども、もともとは、はい、あの奈良の平城遷都1300年祭を記念をして作ったマホロバでワルツを踊ろう、はい、マホロバ演舞会っていうのを。なるほど。それが最初 で、 そうです。立ち上げられたのが私が立ち上げて、うわ、15年ほど前に、県庁の奈良県庁のあそこの大きな中庭でステージを作って、で踊ったのが最初です。はぁ、あ、すごいですね。じゃあ今その始められて、今その何人ぐらいこう演舞会にはいらっしゃるんですか。そうですね、あのダンス部そのものは大体20、25名ぐらい。お、結構、はい、はい、活躍して、子供から大人まで、はい、本当にたくさんの人がレッスンをしてくれてます。ルミコ先生はどういった経緯でこう。あ、もっともっとはるか昔に戻りますけど、もともと大阪の方でバックダンサーとかスピン村で、はい、あのダンサーとかやってて、その後にちょっとアメリカの方に行って十何年ちょっと行ってて、すごい、あのダンスいろいろ習ってきて、でこっち戻ってきて、それからあの、まあ、ベリーダンスとフラメンコと、うん、あと、まあ、ラテンフィットネスとか、はい、をやらせていただいて、ウィジョーさんに知り合って、ウィジョーさんに誘っていただいて、なるほど、ここにいるという。
回目の皆さんがかっこよかったです。かっこいい。そう、これがそのマホロバ演舞会のダンス部の皆さんで、この、一部になる、一部の、はい、一部の中の、うん、一つ、一コマというか、はい、はすごいですね。一部があって、あと何部まで、あと、あの二部があるんですけど、二部はまたあの他の、まあ言えば西洋のダンスというか、はい、私たちはフラメンコとベリーダンスをやる。そんなのもあるんですか。はい、今日は そんなもんやってくれるんですか。明日も後でやらせていただきます。みんなもやるんですか。はい、みんなもガラッとやってやります。すごい、同じメンバーの皆さんで、ね、ちょっと楽しみですね。よろしければじゃあ、あとあのうちの可愛い子たち、もうちょっと今待ってるんで、3枚もうそれ可愛い子たちのダンスちょっと見せてくださいよ。よろしければ、はい。すごい内容が濃くて、もっといろんな見せていただきたいなと思ってたんですけども、はい、やっぱちょっとすごいですね、本当に。見てほしかったですね。え、いや、これだから見てる方は、どっかでこの舞台見れるんですね。いろいろなところでやってます。はい、これはどういったところでこう知られるんですか。ホームページを見て。そうですね。あとインスタと、はい、あのホームページに、はい、あの今年のダイジェスト版をもうアップしちょうと、はい、編集しておりますから、3分の経緯が全部取られています。なるほど。じゃあこれ今見てもっと見たい、本格的に見たいという方はそちらの方を、ね、はい、もっとリンクはこちらで、はい、あとあのインスタとかも見ていただければ、はい、いつであのどこでやりますよって出してるので、はい、見ていただけたらと、皆さん見ていただいて、あと他になんかお知らせとかありますか。はい、あの私たち随時団員募集です。あ、そうですか。あの、なるほど。今見ていただいたように3歳から上は果てしなく、果てしなく、果てしなく動ける範囲は、なるほど。いつまでも、はい、もう募集してます。はい、なるほど。はい、今年のね、はい、10月の6日、バラ100年会館大ホールで、このみんなの子供から本当にお姉ちゃん、大人までのダンスを見ていただくことができますので、はい、公演があるということで、はいはい、よろしくお願いします。ちょっとぜひとも、はい、これを見ていただければ、ぜひ、団員募集と、はいはい、10月にやる公演を、はい、はい、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、本日お邪魔させていただいたお礼としまして、私たちのサイン色紙よろしければ。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いきますよ。はい、チーキュー。2人は今日も漫才を、はい、作ってきました。そう、マホロバ演舞会の演舞会さんに、はい、なんだ。そう、できんの。あの、多めに見ていただけたらと思ってます。多分思ってたと違ったんちゃう。思っても、まあ、事前にね、調べさせていただいて。あ、すごい、さすがやね。ではあるんですけど、多めに見ていただけたらなとは思います。なるほど、わかりました。じゃあ、今月も新年一発目の漫才、はい、よろしくお願いいたします。どうも、ミセスミショです。お願いします。今日ロケでお邪魔させてもらったマホロバ演舞会さん、はいはい、普段いろんなジャンルのダンスを踊ってあんねんけど、うん、なんか去年ね、うん、
万葉ダンスファンタジーっていう万葉集、奈良時代をの物語を舞台にしたっていうのも演じてはったの。あ、ダンスだけじゃなくてお話も演じてはんねや。あ、そうそう。で、ちょっとあの来年あたり、うん、私が作った物語も演じてほしいなと思って、こうなんかいくつか物語考えてきたの。お、作ってきたやん自分で、うん、あ、そう、どんなんか聞かせてや。あ、まずは ある少年がこうカッパのお皿を上下に上げ下げする物語。パカパカカッパやん。パカパカカッパ、それはもうすでにある話やから。あんねや。やめといた方がいいよ。あ、そうやな、うん、ほな、これはお家で飼ってるワンちゃんにパックさせてあげた後、カバン一つで旅させる物語。パックドッグバックパッカーやん。パックドッグバックパッカー、それももう有名な物語があるから。あ、そうなの。やめといた方がええよ。あ、ほな、これはおじいちゃんとおばあちゃんのチンパンジーが人生で初めてバンジージャンプする物語。ジジバババンジーチンパンジー。ジジバババンジーチンパンジー。そんな有名なやつ、著作権とか大変やで。これもあんの？ほな、これは TikToker がホットモット食べながらジグゾーパズルしてる人の机をどんどん叩いて邪魔する物語。ホットモット TikToker どんどんジグゾーパズルする。どんどん。それもあるで。なんでもあるやん。自分で作ってきたやつないの？じゃあ、あのほら、カンカンに怒ってるキツネをキンキンに冷やした後、その匂いを嗅ぎながら学校のチャイムで始まるコントを見る物語。うん、カンカンコンコンキンキンクンクンキンコンカンコント。これもあんねや。もうさっきから有名なやつばっかりやんか。いや、ごめんごめん、あれ知らんかったから。もっとオリジナリティを溢れ出さんと。あ、じゃあ今まであった物語全部つなげるっていう。うん、それが一番赤やろ、モヘは。どうも。あ、じゃあ、いやー、また違うパターンで。めっちゃ良かったんじゃないですか。あ、良かった、ありがとうございます。いや、ほんま単純に、うん、あの、受けそうですよね。一番嬉しい言葉、ありがとうございます。よかった。ね、いや、なんかそんな感じしましたよね。あ、良かった、ありがとうございます。た、多分カロリーえげつないな。そうなんですよね。動いたりとかもしれない。間違えた、終わりだ。いや、すごいわ、でも。ネタ合わせも大変やった。いやいやいや、ありがとうございます。口を覚えさせるしかない。かっちょいいっすね。やっぱね、芸人って、喋りなんで。あざした。いや、終わるの早いっすね。短いしかいけなくて。ねえ、でもほぼにめっちゃ良かったと思います。ありがとうございます。よかった、新年一発目。はい、めっちゃ良かったと思うんで。次回。はい。この南コミュニティセンターで、吹き矢。スポーツ吹き矢。スポーツ吹き矢を体験できると。体験できる。はい。なんのこっちゃわからない。わかんないですね。生駒ってほんま何でもやってますね。なんで幅広いですね。スポーツ好きやを次回は、うん、するということで体験させていただければ。次回も、見てください。どうもありがとう。